チャンネルクララ緊急討論第2弾、今あるべき社会保障制度改革とはということで、玉木先生の事務所に音木田先生と、そしてあの私、目が司会をさせていただきますので、先越ながら真ん中の席を陣取らせていただきます。<ー> とということで,ですね本日は11月に第1弾を配信して非常に好評いただきました社会保障改革について第2弾としてご議論していただきたく両先生にお集まりいただきました。さてと で、早速なんですけれども、はい、あの医療費についてお聞きしたいんですけど、はい、先日日本維新の解散は社会保障制度改革医療維新をまとめ発表されました。の、はい、でえ、まず簡単にあのご説明していただいた後、質問に移りたいと思います。はい、まず、簡単なご説明、はい、そうですね。あの、もうこれインターネット上に全部発表させていただきました。けども、やはり今の社会保障制度とり上げ、医療制度が持続可能なものになっていないと、若い世代の現役時代の社会保険の負担が重すぎるということでえ、なんとかこの状況。を 改善して、若い世代のの社会保険の負担を軽減する、そして制度を持続可能なものにしていくそのための改革案が必要だという問題意識で今回医療維新ということを発表させていただきましたで特にですねいろいろ多岐にわたるんですけども、まあ、後期高齢者医療制度この75歳以上の方の医療費がですね非常に大きく膨れ上がってきていてその多くは現役世代が仕送り形式で支えていく、まあ、こうしたものに対してしっかりと改革のメスを入れていってですねであの若者世代の社会保険料負担を下げていく、まあ、そのためには高齢者の方にも一定の 負担口時多の3割をいただいてです、ね、行動変容を起こして医療費そのものを抑制しながらですね決して切り捨てるわけではなくて持続可能な医療制度を構築して全世代に対してハッピーな制度を作っていこうと、まあ、いうことで今回提言させていただいているのが、まあ、医療支援というものになります。はい、ということで,ですね、えー、早速あの視聴者からの質問を3つまとめて一気にさせていただきた、はいんですが1。 社会保障制度は医療、年金、介護の3本柱ですが、なぜ医療改革を先に打ち出したのかという哲学の話ですね。で、2つ目、3つ目は数字についてなんですけれども、2つ目は財源についてです。後期高齢者医療制度における窓口負担は原則3割下で、社会保険料はいくら抑制できると考えていますか低所得者還付金制度にかかる費用はいくらですか ?3 つ目が税財源間についてです。現役世代から後期高齢者医療制度への支援金6兆5266億円を廃止し、後期高齢者医療 制度を完全に税財源化するということですが、具体的な税目と税額はどのようにお考えですかという、はい ありがとうございます。じゃあ3点お答えさせていただいて思いますで。まず1点目、なぜ医療をらなのかということなんですが、まあね、医療費がまあ約45兆円超えてきて、非常にボリュームが大きいということがあ最大の理由の1つです。で年金も非常に金額が大きいんですけども、まあね、年金というのはこれまでかなり議論が積み上がってきていて、まあ、我々の積み立て方式にするとか、あるいは最低所得保障制度にするとか、もう具体案を出させていただいていて、は、まあ、これはやるかやらないかみたいなところまで、年金については来ていると思います。一方で、医療については、ですね、かなり議論が百0 0かで、改革は必要だよね。 このままじゃまずいよねっていうことはみんな思っているんだけども、じゃあ具体的にどうするみたいなことをバッサリやっぱりですね、大胆な提案というのを野党もこれまでしてこれなかったし、与党は現状維持、微修正しかできないという状況でしたので、まあ、これやっぱり一石を投じることで、まあ、大きな議論が起こるんじゃないかと、でまあ、介護も確かに大事なんですが、まあ、医療、介護ってよく一とにされますけども、規模としてはやっぱり医療が非常に大きいですし、まずは医療改革から提案させていただいて、今後、介護についても提言をまとめさせていただきたいというふうに考えているということでございます。 で2点目なんですけども、この財源論について、でこれはあの玉木さんとかですね、あるいは公明党の伊佐先生とかにもいろいろご指摘いただいていて、それはもっともだなと思うんですけども、ちゃんと財源の金額出してくれないと評価が難しいよということなんですが、今回我々はあえてこの財源の金額をお出しをしていません。なので、ね、あの社会保険料を下げるということは制度の中で目指してます、実施しますけども、これ2割下げる、3割下げるとか言ってしまうとですね、そこにもう数値が入っていって、じゃあそのためにいくら必要で、この財源どっから持ってきてという、もう数字の話にこう特化されていって、で特にこれは我々、残念ながら、これ開きるわけ じゃないんですけども野党はその官僚機構とかシンクタンク組織持っていませんからそれはどうしてもそれは与党,党とですね議論をすれば数字の議論であればこれは分が悪いというかあのちょっと勝負にならないという,うに思いますで。これはコンセプトレベルというとちょっと誤解悪くもしてないんですがまずは大枠の設計図をお示しをして例えばこの ご質問があっ還付金制度とかもですね、これはじゃあいくらでバーを引くのかとか、じゃあ財産と資力って言うけども、所得じゃなくて、資産はどの程度の資産まで広げるのかとかで、かなり制度設計は変わってきます。これは正直申し上げて、やっぱり我々だけでは政治家プラスアルファぐらいの力では制度設計するのは不可能ですので、大きなコンセプトとして打ち出して、あとはもし仮に我々が政権を手にかけるようなことがあればですね、官僚の方々と制度設計をしていって、若い世代の負担はちゃんと下がる。でも、この還付すべきでは、このラインまで還付するということは、細かなところは今 制度設定していくということで、今後の議論は全然否定するつもりはありません。けども、現段階ではこうしたところまでお示しをさせていただいているというのが、我が党の考え方です。で、最後3点目は、えー、税財円価についてです。これ、税財円ちょっと表現が悪かったなと、ちょっと私も反省してるんですけども、これはあの税をジャブジャブ突っ込んで今の制度を維持しようと言ってるわけではありません。もうこれ保険という建前に高期高齢者制度になってるんですが、受益と負担というあの給付と負担ということを考えると、これはもう全く成り立ってませんので、その欺瞞はやめてもう半分税金ですか であればもうその保険制度というのはやめてしまったほクリアじゃないですかということで、税財源化という言葉を使わせていただいているんですけども、別にただ単にこれを今、社会保険料を何かに置き換えるんじゃなくて、窓口負担の3割もそうですし、この3割だけだと大きな財源出てこないよということは、もちろんご指摘されるんですけども、ただ単にその金額があの2倍、3倍になるとかいうだけじゃなくて、ですねまあ行動変容が起きる、負担の割合が変わることで、受診自体がですね適正なものに、抑制されるというか適正なものにされるということもあります。 また、この医療維新の中にはですねあの診療報酬そのものを見直そうとかタスクシフティングをしていこうとかですね今の医療の構造自体を変えていくような提案もさせていただいてますのでこの今の18兆円、例えばある高期高齢者医療制度の全体のパイをしっかりと圧縮していくということを目指していますので今ある金額をそのままリプレイし,してなんか所得税で代替しようとか消費税で代替しようとか増税を考えているわけでは一切ないということをご説明させていただきたいと思います、はい、田町先生、同じ質問に関していかがでしょうか。 私はね今回医療医師に出されたことは非常にチャレンジングな試みだと思って評価してるんですね。でただ、まあ、まあ私も、まあ、役人事務含めてこの社会保障制度改革、まあ、予算の仕事の半分以上は実は社会保障制度改革をどうするかなんですね。でまあそのいろんなことをやってきたこともある中でなかなかまあ難しいなというかクリアカットのことがあの言えないなというのも分かってるのでまああの。 ここちょこちょょですね法改正するときには野党でありながらですね2割負担の法案に賛成したりですね、えー、国保の,そのこう所得の高い方にはですねその上限を引き上げて中所得者の方に負担がいかないようなことにあの地道に賛成しながら、まあ、そういう改革はそっちの方向に進めてきたんですけれどもあのい,いくつかの問題点というかですね、まああの 魔法の杖があんまなくてですねでまずあの我々も,もう現役世代の社会保険,保険料負担が限界だっていうのはも多分共通しているのでこれどう下げていこうかと。で一回ですねその皆さんも給与明細見ていただきたいんですけども、まあ、公務員だと短期と長期で分かれてますし、まあ、医療とその年金ということで大きく分かれてますけどもそのじゃ額として大きいのは年金の保険料なんですよね。で多分年金の保険料が非常にまずでかくてでただこれは将来返ってくるので。 まあ,ある意味納得感があるんだけど医療のところはその年金の保険料よりは少ないんだけどなんか自分のために役立ってないなとでそんな病気や怪我を今はしないしねでそれが多くが後期高齢者に拠出されてるってことに対するある種のこう不公平感とか納得ができないとでこれをどう改革していこうかっていうのはですねいずれにせよやらなきゃいけないとで医療維新のことで多分2点大きく多分社会保険料が本当に下がっていくのか っていう中で皆さんが知りたいというか疑問なのは原則3割にしてもそのなんだっけ低所得者還付金制度が入っているということで,で実際今とどれだけ変わるのかなとで今もですね後期高齢者の人の中で3割ぐらいは3割負担が2割負担になっているんでまあ残りの7割がまあ1割負担と。でこれで3割負担原則入れるけれどもでも所得の低い方には還付で。 事実上軽減しますよってことなんでそのこの還付制度の対象となる低所得者っていうのどこぐらいを言ってるのかっていうところがですねわからないのでなかなか評価が難しいということとあと税財源化はですね維新の案だともう後期高齢者医療制度はもう保険じゃなくて福祉だとだから税を入れたらいいということなんですけどまあ確かにそれは一つの考えなんですが。 ただその今のまあ6兆円を超える額を全部その税財源化保険料じゃなくて税財源価していくとですねやっぱり消費税で言うとまあどうだろう3%が必要になるし他の税でやるにしたってまあ結局保険料負担を税負担に置き換えるだけじゃないかとただまあ保険じゃなくて福祉だっていうんだったらそれ一つの哲学として私は成り立つのでやっぱりそこは税目とか税税額をですね やっぱり示さななないいと魂が入らないのかなとあとこれ哲学の問題でちょっと聞きたいのはですねあの福祉だということになると福祉っていうのは基本的にはその余裕のある人は自分でやってくれ余裕のない人は弱者を助けるっていう発想なんでその意味で言うと一割の三割負担を一律3割負担を入れていくのは福祉の概念に反するんじゃないかなと。でつままり完全に福祉です税でで税面倒見ますっていうことであれば まさにその、なんていうかな、所得階層とか資産階層に応じて、負担できる人には、その、しっかり3割なり4割負担してもらう。あるいは5割負担してもらう。ただ、所得の低い方は福祉なので、その、もう負担しなくていいですよ。究極は生活保護になるんですけど、あの、医療不助ですね。だから、福祉だというふうに位置づけた場合の、その、窓口負担のあり方は、むしろ、段階にした方が、 福祉にしたっていう哲学には合致するのかなと思うんですけど、うん、その辺の整理、どうされてるのか。はい。はい。ありがとうございます。あの、まあ、福祉っていうのは、なんか、まあ。 ありがとうま一見して別に福祉だから何でしょう段階化しなきゃいけないとか無,無,し無,料で無料というかに近いべきだということはまあ必ずしも当たらないかと思っていてそ制度いろんな考え方がありますのでねで今回、我々は福祉家というか税財源化としたのはこの、まあ、今だから保険の仕組みとして建前いつももう全く保険の仕組みては成り立っていなくてかつこの社会保険料というのはこうなし崩し的に上げられてくるとで逆にでも税金が上げるとか税を入れているものについては結構厳しい議論があってこれが膨らましたらじゃあ増税になるじゃないかと。 そんなこと許せないとか、入り口でなんかかなりワーワー攻防が起こって、歯止めがかかったりするので、医療もこの今の保険だと中医協とかいろんな審議会通って、じゃあ診療費上あげましょうとかで、なんか医療関係者が結構コントロールされてるのが、税財源化することで、どっちかと,いうと国会の監視というか、国民の監視のもとにおけて、制度設計がフェアにできるっていうのが、結構ひ個一個大きなコンセプトだったんですよね。 税にするってことを言いいいいんじゃないかっていうところで結論に出たというところです。で、福祉院さんはそれも制度設計で、例え福祉っていう点で言えば、見捨てるわけにはいかないですから、それで還付制度っていうのがあって、で、さっきの質問にもつながりますよ、じゃあ弱者ってどこまでだよっていう、還付の求人どこなんだろよっていうのは、それは当然議論としてあると思います。かつ我々は、これ低所得者還付制度じゃなくて、低所得者等還付制度って書いてあって、などにはその資産も入るってことを言ってるわけですよね。だからもうマイナンバー制度、マイナー制度を完全に使って、私と私力も把握をして そこにも鑑みて本当に困っている人っていうのを把握をしてそこには還付するけどもそうじゃないと低所得といっても別に資産があるっていう方は副所の対象にはならない場合だってあるわけですからそこもやろうっていうことを話していると。 っやっぱそこに線引きをする制度設計というのは正直、我々の今の力ではなかなか難しいというのを率直に申し上げていて、こ,これから制度設計の議論を達していかなきゃいけないんですけど、コンセプトとしては、視力も含めた所得だけじゃなくて財産も含めたところでこう本当に救うべき人というのをキャッチアップしる本当にその未来の福祉、今の日本の福祉って所得でしかほとんど把握できてないんですけど、も本当の福祉制度をこの高,級高齢者医療制度の講師として作っていこうというメッセージ、コンセプトが含められているというのが現段階でのお答えということにな いかがでしょう,うんあのただやっぱりねその税財源化って言った以上あの私はもっと根本的な話をするとその私はいつもごもごも言うのはなぜかというとあと、ね、出てくるでも自然像があるのでその保険料負担を例えば今ですね例えばどうだろう3万円払ってますっていうのがこの改革によって2万8千円になるあるいは2万5千円になるということは私だっ嘘だと思うんですよ。 でこれから例えばほっとくと2万が3万になるのをその2万を2万8千に抑えるとだ今の2万から増えるんですよっていうのが多分正確な改革でで本当に社会保険料額も率も下げようとしたら何かで補わなきゃいけないので税を上げざるを得ないと思うんですよね。で逆に医療維新はもうそこまで踏み込んだ画期的だと思ったんですよ。あのもう後期高齢者医療制度は福祉だともう完全に もう保険じゃないと言って切って。で、それ、それ、それ。で、だから税だって、これすごい整合性取れてるんですよ。めっちゃ整合性取れてるんですよ。で、そうなると、やっぱり、あの、社会保険、現役世代の社会保険料率も、社会保険料額も減らすために税上げますと。で、それが、主に、その、働く人だけに頼った所得税とかっていう税じゃなくて、 広くその高齢者も負担いただけるような税目例えば、まあ、消費税だったり、えー、相続税だったり何、まあ、て言うかなこう若者働いてるっていうことだけで取られてる税じゃないものにこう移行していくっていうのは哲学としては合ってるのでそこに踏み込んでいくのかなと。 いうふうに思ったんですけど増税はしないんですけどこれ玉木さんと多分僕の前提が違うのがまさに今ある制度を玉木さん延長で考えられるそれはもうちょっと当然なんですけども自然増が避けられないっていうのは今の医療の形でベースはほとんど変わらなければ当然高齢者が増えれば金額も増えていくしこれってのはパイは広がってきますよねだからやっぱり何の中の財源が必要というのは最もだと思うんですだから僕らが考えているスタート値はやっぱりその もう自然増して構造自体にメスを入れなきゃいけないんじゃないかと思っていてだこの医療維新には診療報酬体系の見直しとか、まあ、あるいはですね、まあ、このコーナうなゲームその時までまだメージャーしてないですけどもじゃあ保険ってどこまで適用されるのとかそこまで踏み込んで本当にこの今のパイがこの規模が適正で今後も広がっていくるというか生とした上で議論して財源積み重ねていくのかどうかっていうところに僕らは疑問を感じていていやそうじゃなくて自然増させないような方向性ってあるよねむしろ圧縮できるような方向性ってあるよね。そのためには今後 診療報酬体験のあり方もそうだしお医者さんの役割分担もそうですしそしてじゃあ保険の制度ってどこまで適用させるの週末期医療についてって本当にずっと適用していくんだっけとかそういうところに踏み込んで議論していってやはり増税に通らない形で改革を成し遂げていくっていうのが僕らのアプローチなのでそこが入り口の部分が違うので今のの話になるのかなるかい,いやそれ分かるんですけどななかなか厳しいですよいやだから例えばわた我々も私はどちらかというと2つのアプローチやっていて。 まず公的保険からできるだけ外していってその保,険外療養保険外の,あの医療との,です、ね、その併用をできるだけ認めるようにしていこうとか医療全体を縮める必要はないんだけどもやっぱり民間で見るもの民間保険で見るものあるいはそれを併用していけるものっていう領域をふあの広げて医療マーケット自体は縮めないんだけど 公的医療で見るところをある程度整理していく必要があるんじゃないかなということとあと今保険料率が上がっている最大の原因は医療費全体の伸びとその賃金かけるその働く人の数で総雇用者報酬の伸びがギャップがあるのでその差をあの増税とか窓口負担の増に求められないのでその静かに取れる社会保険料率のアップで埋めてきたっていう歴史なんでだからそういう意味ではそのギャップをまず縮めるためには ちゃんと給料が上がっていくということになれば、総雇用者報酬の伸びと、まあ極端な話ね、総雇用者報酬の伸びが医療費の伸びを上回れば、社会保険料率は下げれますよ。だからまあだから我給料が上がる経済の実現ということをまあ何よりも最初において、あとはそのマーケット全体縮まない、その代わり公的医療保険の範囲はそのどん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 今保険収載ばっかりするルールはあるんだけど、こうエグゼットする外していくルールがないんですよね。 だからまあ一部 OTC とかも薬局で買えるような薬とかはもう外しましょうっていうのはありますけど医療サービス全体でもっとそういうことをルール化したらどうだということを言っていてそのなかなかそうは言ってもですねあの医療費全体の伸びをこれから20年間65歳以上人口増えていく中で本当にそのマイナスにできるかっていうのはね私はあの それははっっきりっ非現実的だと思てていてせめて私ってそれでも炎上したのは総雇用者報酬の伸び率まあ今回賃金ね5%が伸びたんですけど働く人の数が減っていくのでそう伸びなくても例えば総雇用者報酬の伸びが3%になったら医療費の伸びを3%にするとあ医療のマクロ経済スライドみたいなことを入れるのが関根山でだからその医療費を対前年度をマイナスにしていくっていうのはもう相当難しいと思いますね。 ああもうう玉木さんん言うと短縮があです <laughs> <ぱ>、あのー、プラスの中で何とかバランス取りたい、ね、プラスの中でちょっとおくねお医者の給料がいかなそうそうそれで炎上しますこの議論はものすごい明確になって、まあ比北先生の医療維新があの増税によらない社会保障をうまく制度設計しようという案を打ち出して玉木先生はそれに経営を表出を本当にできるのかというところで論点が見えてきましたので,でこの話は最後にもう一度したいと思うんですけれどもあの次の質問でまさに今自然像という 言葉があの、えー、出てきましたけれど玉木代表に対して視聴者から3つ質問がきてまして、はい、一気に言いますと1自然増について少子高齢化の中社会保障費の増加は自然増と表現されていますがこれは既存制度を前提とした人為的な増加と認識するべきではないでしょうか。 2、2つ目は総雇用者報酬の増加で社会保険料の上昇を抑制することができるというご指摘について雇用者報酬がパ毎年何パーセント伸びれば社会保険給付費の伸びについ追いつくのでしょうか。3、国民民主党は高,高齢者の医療費窓口自己負担率を引き上げと現役世代の負担削減についてどのように考えていますかと今まさにおっしゃらでかけたところが質問に来ていますので,えとです、ね、2012年から2022年の10年間取るとですね 医療費の年間伸びは平均2.8%なんですよ。それに対して総雇用車両費伸びは1.8%で1%ポイントの差があって、でその差をなんで埋めてきたかというと、えー、社会保険料率をアップすることでですね、は埋めてくるという、まあ単純に言うとこういう仕組みなんですね。でもちろんそれ税で埋めればいいじゃないかとか。 窓口負担をもっと取って埋めればいいじゃないかっていうんだけど税のところはやっぱり政治的にきつくてあのなかなかそこに出て手をつけられなかったんでその意味で維新さんがある種の税財源化っていうまあそこの中身とかはねあるとしてその税も上げたまあ税もそのきちんとした財源としてやるべきだっていうふうに言ってるのは私は意義があると思っていてで窓口負担もねどれだけ効果あるか分からんけれども その原則3割っていうのもその意味では大事。ただ、どうしてもそのギャップがあるので、そこはやっぱり社会保険料率のアップで埋めざるを得なかった。特に、その報酬の高いですね、健康保険組合、まあ大企業が中心に入っている、健保組合の比較的、まあ頑張って働いている人たちにより大きく負担をお願いして、で、まあ、協会健保という中小企業入っているところにもお願いをし、 で、同じ保険制度ですけど、ちょっと財政的に厳しい、あの、国保を助けつつ、で、また国保も含めて、みんなで後期高齢者を支えようってうそういう仕組みでやってきたんですね。だから、まず自然像については、まず、あの、高齢者、65歳以上の数が増えてるってことが、自然像の大きな要因なんですが、ただもう一つ大きな要因があるのは、医療が高度化していて、今まで使ったことがないような高い薬とか、 高い医療技術がどんどん入ってくることによって、それを保険修正することによって、自然増ということの増分が生み出されてるんですね。だから、人口がこれから高齢化、高齢者数が増えるのは20年間2042年まで増え続けますから、これはまあ、いかんともしがたいと。で、ただその医療の高度化によって広がるところについてはですね、 あの、ある程度みんなに聞くような医療を私はどんどん保険修正したらいいと思うんですけど、やっぱりこう、聞くか聞かないか分かんない。でも、どうしても試してみたい。命ですからね。で、そういう、こう、こう、なんか人のこう、先行プレファランスに関わるような話については、できるだけ自由診療にして、その代わり保険診療との併用、まあ、かつて混合診療と言われたものをできるだけ認めていく。ただ、医療マーケット全体が縮まないようにするというようなことはね、 あのしていく必要があるのかなただそれでもね計算すると、まあ、ある程度その自然増抑えられてもですね抑えたも今が今度あの子供の保険子どもに持っていかれたりするのでせっかく抑えてもですねそれが社会保険料負担の原理に回っていかないので、まあ、難しいんだけどそれでもねあのなんとかそのプラスの度合いをそのひ低くするだけで対前年度マイナスに医療費をしていくことは私は現実的じゃない。 じゃあどうするかというともう一つ方法があってその医療費の伸びと総高医者保証の伸びのギャップを保険料率のアップで埋めてるんだったら今度入ってくる方を増えるような政策もやっぱりやったらいいんじゃないかと今までねこんな給料を上げる話とか就労者数を増やす話は国がやるべきではないってことだったんですけどやっぱり女性高齢者あれ今まで労働市場から弾かれてたような人たちが働けるようにすること あるいはそういう人たちが保険料をちゃんと払えるような形にしていくこととか、何より経済元気になって、その給料が上がるということがね、この埋めるべきギャップを少なくもちっちゃくて、そうすると保険料額はやっぱ上がることは、あの、避けられないかもしれませんけども、保険料率をガン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 上げていってね、あの、稼いだものからしょっあの、取られる比率を、その抑えることはできると思うので、 そこはやっぱりやるべきだなというのが我々の考えですね。はい。お書き出し先光です。いではい。だかこの何パーセントか資産ってあるかこの質問に来ているこの高齢者報酬毎年何パーセント伸びれば伸びに追いつくみたいな資産みたいな。一パーセント上がる,るべ一パーセント上がればまあ給料上がるから大丈夫。まあ、ただその賃金が上がっても日本の場合はその働く人の数が必ずしも増えていかないので総高齢者報酬っていうのはその単価である賃金と その働いてる人っていうその人数の伸びと掛け合わせた概念なんでそのいくら給料が上がってもですね働く人が少子化とか高齢化でどんどんやっぱ労働市場から抜けていくのでこの二重のね重さがねこの社会保険料を支える医療費を支えるのには非常に厳しいでも賃金が上が上らなないいに越したことはないのであのやっぱりそこが上がる経済元気な経済にしないとやっぱり率はどんどん上がっていきますよね。 届た先生同じをもうちろん、まあ、その自然像っていうのはやっぱり広がったものについて。 でやっ要はそのそれを人為的とうなんかどう表現するか分かんないですけど僕は漫然と増えていくことを自然像として許容するのはよろしくないと思いますまあとりあえず玉木さんもあの同じ問題意識を持ってると思いますけどもじゃあどこまで再現なくねやっていくとかいうことについては自然像だからしょうがないっていうそれは数が増えるのはしょうがないですよでもで医療費も膨れ上がっていくのはしょうがないっていう立場には立たない方がいいと思いますんであれこは医療のあり方どこまでの範囲とするのか窓口負担っていうのはやっぱ見直していって自然像という言葉で えー、OK とする風潮はやめた方がいいというふうに思います。 で、2番目その経済成長はそれは極めて重要で、やっぱ経済成長は質難隠,隠すとかよく言われますけども、大体こう経済成長してる国っていうのは、なんかいろんなことがあっても、やっぱ大体の子がオッケーになってですね、財源っていうのは覆い隠されるってこれは主ファクトだと思うんですよね。だから賃上げっていうとなんかその企業の給料なんて、まあ、政治家が上げられないよっていう批判が来ると思うんですけども、経済のパイ自体を増やしていくとい、経済成長していけば当然賃金も上がってるわけですから、それは犠牲者としてそ,でそこを目指すということについては、これは当然賛成なので、私はどんなことやってでも経済成長していくっていう、まあそれからの規制 改革ととかいいあるわけけですけどももうやっていくとはは完全に僕はあの賛ただ,と思いますだ一方でといっても、まあ、経済制度をするかどうかは分からないわけですから一方で制度設計というのはある意味政治家ができるわけなので、まあ、この窓口負担改革とか当然別にこれはあの国民民主党も2割上げるの賛成なので方向性としては多分全然同じ方向向いているのでやっぱこの政府の工程表だとまだ期限も明記してないし、まあ、いずれその窓口でも3割化に向けてやらなきゃいけないよねみたいなことは厚労者は言うけども期限も区切られてないいつからどうやるのかもわかんないみたいなところはやっぱり野党側 からですね、この一律の3割、まあ、この間、私、予算委員会でこれ取り上げて高見経済厚労大臣からやっぱ無償化したのは,あれは間違いだったと、まあうで、今、軌道修正してるんだっていう答弁を取って、それはなかなか歴史的というか、いあの極めてそこまで言ってくれるとは思わなかったぐらい、はっきり言っていただいたんですけども、と,とはいえ、自民党さんだけに任せていては、ですね、なかなか進まない窓口負担の適正化とか、このあたり、持つ強めに、あの経済成長も重要なんだけども、こっちのほうもやっぱりこう野党が割と強めにこう意見を言っていく必要があるんじゃないかなと思、はいます。あの 私もね、あのまあ、今の政府の改革工程表も、まあ、2割を原則するこれもっと早くやる予定だったんですけどあの菅さんの時にもね、我々は賛成しましたけど、まあ、その基準をどうするのかで非常に揉めたことがあるんですねであの、まあ、原則3割というかあのきちんとした働あの年齢ではなくて その能力に応じてきちんとお支払いいただくかっていうことの、まあ、言い方の問題かなと思うんですけど、まあ3割負担って言ったら分かりやすいのは分かりやすいんですけど、ただまあ今も申し上げた通り、もう2割の方は3割負担されてます。1割の方は、あのこれからまあ本格的に入ってきますけども、2割負担しているということなので、私はもっとね、その、なんていうかな、現役並み所得みたいなことで切ってるんですけど、 ただ、現役並み所得って一体何みたいなことがあって、やっぱり高齢者になると、れこう、あの、資産が多いし、で、金融資産もほとんど65歳以上は持ってますから、その、ご負担いただく能力の判定をですね、もう少しこう、現実に応じて変えていく、拡大していく。で、結果として3割負担が広がっていく、2割負担が広がっていくっていう方が、現実的なのかなと。 いいう,うには思いますねであの繰り返しになりますけどさっき言った還付制度を維新さんも入れるっていうことになると結局原則じゃない方々をどの所得等で作るのかっていうところをやっぱり示していくってことがあの現実的なわけだと思うんですね。多分あの3割負担でかつ完付制度がありま,すでまあその負担能力のうちでやりましょう、まあ、原則2割とかなんとかっていうことは結果して、ね、同じようなことになると思うんですよ。 で結局、その、暮らしていくのに必要な、その、あれ、生きていくために必要な、まあ、それこそ憲法25条に関わるようなものを、どこで線引きするのか、ということを、あの、現実的に詰めていくことが大事かなと。ただ、その、私は逆に言うと、その、生活保護で、とにかくもう、1円も払わないで医療扶助が受けれるっていうことも見直していくべきであって、ワンコインでいいからご負担を求めるとか、あるいはまあ、 あの今は少し変わりましたけど、昔はその生活は基本的にジェネリックです。って言ったらずいぶん怒られたんですよね。で、私は基本的にジェネリックでいいと思うし。だから、その辺もやっぱり見直しをね。総合的にしていくっていうことが非常に大事ではないかなと思います,すね。なんか今の制度設計で結論として同じようなことになる可能性。これ十分あり得ると思うんですよ。ただなんか僕思うんですけど、これやっぱり原則3割っていうメッセージを打ち出した方が。 まあ良いと思っていてというのはやっぱりその我々の目的の一つで行動変容っていうのが一つあるんですよね。やっぱり医療の適正利用っていうこれは玉木さんもあのやっぱり負担荒まりにも過度な。 ただ、一軽減やりすぎると、モラルハザードが起きて、医療が適正配分がされないっていう問題意識をおっしゃってましたけど、その通りだと思っていて、で、なやっぱり原則は3割だった。で、複雑な制度があって、あなたはこうなるかもしれないですけども、原則3割ですよってメッセージがあった方が、いや、3割だったら、まあ、ちょっとこの医療機関どういうタイミングでいこうかなっていうことは結構考えられると思うんですよね。でもなんかいろいろこうあって、結論あんたは15%ですとか、1割ですっていう制度だと、なんかそこの行動変容というか、今に比べたこういう度起きづらいんじゃないかと思っていて、結論がもし同じなんであれば、僕はぜひ、田巻さんにも、 原則は三割というかまあ原資材フラットなんだと、そこからいろんな設計やっていくんだということをなんか明日もそれでメッセージを打ち出社していただいた方が、すごい原資材にとってはハッピーな結論になる可能性が高いんじゃないかと思うんですけども、そのあたりどうでしょうか、うん。まあ私はまずあの今やろうとしてできてね原則二割からね、あのやっていくべきではないかというのがあのまあまだ我が党正式には決めてませんけど、あのかなとで例えばね原則三割ってやって だとしても結果振り返るとあの見てみるとその3割の人が5割以下だったらそれ原則3割なんかっていうことになるのであの原則3割といった以上はもう半分以上の人が3割負担してるっていう姿だと思うんであのもちろんそのメッセージの出し方っていうことも大事なんですけどもまずはその一歩として原則2割のところからやって余裕のある方は3割その出廷職の方は1割と。 いううことにしたらどうかなでやっぱり75歳以上のところに医療費のかなり多くがかなってるってことは逆に言うとやっぱ医療っていうのはある種その75歳以上の人が受けるので,でやっぱり今低所得の年金生活者とか増えてるので、まあ、そういった実態とかですね今のまあ75歳以上の,その所得とか世帯のこう分布なんかをよく見ながらですねあのやっていくことがあのやっぱり医療は人の命に関わるので。 まあそこはあの慎重にやっていけばいいけばかなとただ、これまでと少し変わっているのはです、ね、これからの高齢者というのはやっぱ厚生年金に入っている方が増えてくるで今までは戦後の非常に苦しい中で,です、ね、十分な年金制度もない中で、えー、戦後を送り頑張ってです、ね、今、高齢者になっている方というのは私は一定の配慮が必要かなとただ、これからある種なんていうかな自分で資産形成もある程度できるような、まあ、厚生年金がある程度充実できた世代が増えてくるので まあ、その意味ではできるだけ原則です、ね、2割とか場合によってはまあ将来的には3割というのもです、ね、当然考えるべきだと思いますがあのその辺をよく所得回数を見ながらです、ね、あの現実的な対応していくことが重要かなと思いますね、はい、あの議論が深まったところでの質問を生かせていただきたいと思うんですが。が、はいはい えと前回の討論でも給付と負担のバランスが崩れていることについてご議論いただきました。2020年度の現地世代の医療保険料の負担は後期高齢者の3.6倍になっています。そこで給付の抑制についても進める必要があると思いますが、根料診療導入など保険外診療を充実することについてはいかがでしょうかという質問なんですが、これも,たまにこれも大賛成です。で私ははもうう番改革が遅れていいいるというかやらなきゃいけなけのは 何でもかんでも公的保険に取り込んでいくっていうのがもう限界だと思うのであのまず外すルールーです、ね、そのある程度もう、まあ、保険で最初見てたけどだんだん外していくとかさっき言ったようにちょっとアメニティ系って悪いんだけどもちょっとやっぱりどうしてもこっちもいいんだけどこ成分こっちな同じなんだけどでもどうしてもこっちがいいよっていうですね。 例えばまあその長期修才品なんか典型なんですけども後発菌が出て、ね、同じような成分のものはあるんだけどどうしてもこのメーカーのこれが必要だということであればその差額の分はです、ね、の半分はまあ自己負担にするとかまあ選定療養っていうことが入ってきてますけどそういうことをやるとかですねあとさっきまああのおっしゃったようなあの混合診療、まあ、今はあの保険外併用療養費制度っていうんですけど、まあ、そういうものをもっとですね、うん あの拡充していくでこの時に何が問題かというとその何を保険収載しないかはねもう政治なんですよ。で何て言うかなロビーイングしたら入るしロビーング失敗したら外されるしみたいなねでこれがね私は一番曲げてると思うんですよ日本の医療。だからあのここで一番大事なのが医療の DX 化なんですよ。 で、その、まあ、ある程度、レセプトなんかは電子化されてるんですけど、も日々ね、こう、お医者様が、この前私、腹が痛いから、久しぶりに行ったんですけど、こうやって打ち込んでるいろんな医療データあるじゃないですか。でも、私が見たら、オリンパスのメーカーだと色。その、フォーマットも、その機器ももうバラバラなんで、あの、この瞬間も大量に入力されている医療データをやっぱり集めてですね、まあ、そういう国もやろうとしてますけども、その医療ビッグデータを解析して、 でその何が効くのか万人にどれだけ効く度合いが高いのかこれはもう100人に1人しか効かないとか100人に8人に効くとかそういうものをやっぱりエビデンスきちんと取った上であのいわゆるそのエビデンスとベースポリシーメイクングですね EBPM と言われるそのデータに基づいたそのその政策が一番重要なのがこの保険収載の分野だと思うんですよ。でそれでいいいやつは載せるしダメなもの外すとうことを やっぱ科学的にやっていくルールをね、やっぱしっかり作っていくことが必要ではないかなと思います。 これも田脇さんの言うこともほぼ100%同意ですねここはまあ多分同じこと考えてるんだと思いますもうすぐ踏み込んで言えばまさにその保険をどこまで適用するかとか今ある外していくっていうのもやんなきゃいけないしでやっぱり我々この間ちょっと僕も要歳会やりましたけどもやっぱ週末期医療の問題とはもう向き合わなきゃいけなくてまあいわゆる延命治療と言われるものをどこまでその保険とか高額療養制度の中で見ていくのかっていうことはこれやっぱ避けて通れない議論なんですよねでもそこも今田脇さん言ったようにその効果測定とかで,できてないしそそもそも週末期医療という定義は何で。 でどう分析するのかと分析するためのデータを取る体制すらないわけですよね。まず定義をしてこれとこれとこういうのは終末期医と言われるものでどれだけ医療が投資されててリターンというかな、ね、効果としてはどれであったのかとかです、ね、健康寿命としてこういうことがあったのかとか多分この分析を始めることすらもです、ね、今できないというかまず終末期医を定義しましょうなんて言ったら誰がそれ決めるの用地に選別をする気はあるのかってもうそこから始まっちゃうんですけども多分ここから政治も逃げてはいけないと思っていてまずはちゃんとこういうガイドラインをまず試行錯誤しながら 作っていってていちゃんとその効果等を測定してかここまでが保険適用というのはここまでだよねっていうこの国民的コンセンサスというかそれを取るということをやっぱりやっていかなきゃいけないしこれはもう本当喫緊の課題なのでもう本当数年とかでや,るやり遂げなきゃいけないと私は思いますねあのいわゆる、まあ、あの尊厳死安楽死っていうのはですね生命倫理と関わるので非常にまあ議論が難しいし国によっても違うっていうことでまあ 政治の世界もね時々こう議論が盛り上がるんだけどまあ議論もいくつかあるんですけどなかなかこうあの着地しないと。でよく言われるのはね他の国のように例えば90歳超えたらもうなんか追加の治療やめたらいいじゃないですかっていうのがよく言われるじゃないですか。でただその90ってじゃどこで決めるのかとかその民族的な差もあるしっていうんでそこでいつも揉めるんだけどだからこそエビデンスベースでやるべきなんですよ。 でやっぱりこ,こういう投薬をしたけどやっぱり追加で1週間しか延命できなかったあるいは3ヶ月延びた1年延びたっていうの膨大なデータがあってでそういう分析をしながらやっていかないとなかなかねあのじゃあ人生会議を法定化してその、まあ、話し合って話し合ったらそれでいきましょうっていっても、ね、いくつかの例を知ってるんですけどやっぱりね事前にあれだけもう チューブとかは延命やめてくれって言うんですけど、家族もそれ OK だったけど、いざその時になると、できるだけやっていただけませんか、先生ってなるんです、これ。で、逆もあったりして、で、ある時に決めてた意思決定は、簡単にこの生命の危機に陥った時には変わるんですよ。で、それを、じゃ無視できるのかっていうことを無視できないし、だから、お医者さんに、じゃあその、いや、最後のね、こんな無駄な治療って言っても、こ務もあの合に殺人罪に取られるから、政治が責任を持って判断するしかないんですよ。 でその時にやっぱり医療はエビデンスベースでやるということをあのからそういうことでやるんですよって決めて診療開始しなきゃダメですよね。 先生あの言ってなかったですかカミングアウトしてほしいや、財宝にないながらあったって、カミングアウトしたくなるんですけど、実は私、ですね国士舘大学というところで、はい、救急救命士になる人は生命倫理を,、うん、を教えようということでやっていて、はい、そういう問題ずっとやっていて、救急救命士になった教え子もいれば、うんまあ、全然別のところで医者になったあの教え子もいて、まさ、うん、に今、まああの 木田先生医療維新でその週末医療の定義は難しいけれども、これ削れてた大事だという話が出てた、玉木先生の思うから、うん、じゃあいざ決めてても、本当の外段があったらできるだけ助けてくれと、じゃあその人たちにエビデンスを示すのは大事だけれども、うん、フィロソフィーを示すのも大事で、うん、じゃあその時になって急にかあの心変わりしたものにまで保険をかけるべきかって、それはエビデンスのもとにあるフィロソフィーだと思うんですよね。で実際にあの私の経験談だけであえて 言いますけれどもあの言うと結論めいたことを言うと大変なんでやっぱり医学部の学生レベルでもやっぱりあの医療費の過半数って最後の週末の1回っでかかってるよねみたいな話言われていてで、まあ、それが実際にどうかという調査する方法すらまだないのがっていうのも問題です。とい,い,、ね、いうところはやっぱりそのそそエビデンスの元となるフィロソフィーを議論するような枠組みをなんとか超党派で作っていけれそれはね非常に必要でお前は人殺しするのかとかねすぐこう なんかこう感情的な議論になるんですけどいやただこれやっても、うん、過去のその1万系の数例を見るとその3日しか伸びてませんとかねでその3日に3,000万使うんですかとか、まあ、そういうことを並べて議論を冷静にやっていて一つ一つこう。 結論を政治が決めてていいいくしかかななんじゃないですかねねえだって先月は先般僕も予算委員会でやっただけでやっぱり切り抜き動画作られて、まあ、大炎上ですよ <laughs> やっぱりこうでもだからこそこれやっぱりまあちゃんとねあの本当にフィロソフィーもそうですしあんまり財源とか話すとまたねお金のためにってやれるからちょっと切り離したところで、まあ、倫理もそうですし、まあ、その大きいもやっぱ尊厳患者の尊厳とか医療の質の向上とかなんか本当そういう面からちょっと丁寧に議論していく必要があるんだろうなというふうに思います、まああの会議の中にもお医者さんのせ出身 の先生いらっしゃるのでじゃあ機関支撤回して生きるのってどうなのとか、うん、そういう議論うですねやっぱりお医者さん自身にはできないと思うのでこれは政治の方ですね問題としてぜひ守るためにも必要があるのだと思、うん、考えていただければ、はい、急にアドレブぶっこいで申し上げることになります,で,すかではあの次の質問行かせていただきますこれ規制改革なんです大徹家先生から先ほど禁止という具体が来た,たんでがまずですね今回日本医師の会の医療医師には忠告シンクタンクで提言した医師のタス 空シフティング医療行為の一部を看護師や薬剤師に解禁することについて盛り込んでいただきました。ありがとうございます。とこれはおお陸太郎と。 規制改革について力を入れている医師の会として、公的病院の民営化や民間の医療保険制度への移行、医療の個人感情構造制度の導入などについて、ご意見でしょうかはいか、まあ、あ医療医師には直接は盛り込んでませんけども、もちろん公,美容公的病院、これまで我々はまあ民営化というか、独立法人化とかですね、それは大阪でもやってきてましたので、これ全く否定するものでないと思いますし、そのケースによってそれがふさわしいというところは、民営化というのは選択肢の一つになってくると思います。 え民間の医療保険制度の移行というのも、これもやっぱりこう検討していかないといけないことだと思いますし、これがまあ医療費の持続可能性を高めたりとかです、ね、あの歳出のあま適正化にするものであれば、ここでやるべきだろうというふうに思います。 やっぱこの規制限ではもうすごい反対意見も強くてですね今回、やっぱりそのタスクシェフティングで薬剤師さんの注射とかですね処方権についても今回提言具体的に盛り込ませていただいたんですけどもやっぱお医者さんからですねかなりいろんな申し出があってで例えば薬剤師さんに処方権を渡してね彼らが間違った処方をして 体調崩したたららま医医医者に戻ってきてき結局そのの療療費費抑制とか言いなが,ら医療費が増えるんだとだからやっぱ我々医者お医者さんがちゃんと見てちゃんと処方することが実は最善なんであるっていうまあそのお医者さんたちばかりでら,ら多分そうなんでしょうけどもかなりそのいろんな方に言われたんですよね。でやっぱそういうことを一つ乗り越えていかないとタスクシフティングもそうですしやっぱ、まあ、当然民営化もやっぱ公的なものがやるから責任感があって医療が提供できるんで民営化したら市場競争になってあのサービス競争になるからなんかその儲かんない施設は全部切り 見せられるんだみたいな批判が来ますからその点はやっぱり一つ一つちょっと議論してクリアしていかなきゃいけないんだろうなというのも今回改めて見えたところで,あですす、はい、私もねあ,のある程度こう、まあ、医師薬剤師看護師連携してです、ね、やっていくようにしていくことが必要だと思うでこれまあのあまりこう解禁するのは反対だという意見もある一方で,です、ね、こう地域医療を見てますとね でもそ,のそもそも人がいなくなってきててでこれ多分、まあ、あの医療維新のところも私は大きな方向性としていいと思う一方で一つ抜けているのが私が住んでいる田舎のですね、のこのへ地の地域医療をどう守っていくのかというこれ極めて公的なあの視点が必要なんですね。で ここをどうやっていくのかっていう観点でもその変な規制入れてる場合じゃねえだろうっていうところも実はあってですねもうみんながやれることを力合わせてやらないともう地域医療が崩壊するみたいなところがあるのでまあどうやってこううまくこうチーム医療をですね円滑に成り立たせるのかっていう観点で一部解禁すればいいし一部まあ規制も私まあ強化というか整理するところも必要があるのかなと。ちちょょっっっととととさきのの報酬ここでうれまだ 内に決めててないんで言うとまたギャーって言われるんですが私はねまあ,あのいわゆる包括払いとか人頭払いみたいなことも一部検討していかざるを得ないんじゃないかなとまあちょっとあえてちょっとあの先生賞の言葉を使うと医療のサブスク化をしていってその地方だとこれから高齢者の数も減ってきますのでその単に出来高払いでやってると多分地域のお医者さん成り立たなくなってくると思うんですよねクリニックも。なのでまあ 一つかあるいは何人かでチームを組んでいただいて、その医療権は全部お任せします。プライマリーケアをお任せしますということにして、そのある種、その対象となる人数分かける、そのお、その、かける人数でも診療報酬を払って、で、経営の最低の安定は保つと。で、その代わりでも来るたびにですね、出来高払いでこの薬も出すもこの治療もやりますって、どん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 積み上がらないようにすると。だネットフリックスがアマプラみたいにですね。 登録したら見てもやっても2,000円とかでもいくら見ても2,000円みたいなような分野もちょっと作っていかないといけないんじゃないのかなとであとその連携で言うとですねこれ逆に都会で多いのは最近医療モールみたいなのができてで逆にその非常にですねデータをいっぱい集めている薬剤師さんなんかはその成り立てのお医者さんに これならこういうお薬がいいですよっていうとこ逆アドバイスをしてやっているようなところも出てきているので、もう単にその薬剤師が医者に従属するものとかじゃなくて、まあ、本当にどうやってこう、それぞれの能力を発揮しながら、お医者さんあの患者さんにとってベストな医療を提供するためにどういう制度があの、ふさわしいのか、それがまたその地域の医療のあり方っていうのは様々ですから、 あのそこに応じた医療提供体制を柔軟に構築できるようなですね仕組みにしていかないともう医療がそもそも成り立たなくなるところが出てきてるということなんでそ,れそういう抜本改革を今こそやっていくべきではないかなと。まあ、イギリスの GP 制度のようなねあの、まあ、その非常に、まあ、認証された、まあ、日本でいうかかりつけ医制度ってあるんですけど日本はこの垂直的な規制って入れてるんですよつまりね。最初にその 地元のかかりつけにかかってそれで紹介状をもらわないといきなり大学病院とかに高くなるっていうとこ,ろでここの,あの垂直の規制は入れたんですけど場合によってはこう水平規制も入れてですねあえて例えばさぬき市のお医者さんが言うのに「いや高松のあの人よくいい先生だからあっちに行く」っていうふうに違う領域に行くとそこは同じようにそのちょっと高く。 障害量がないでい,くと高いとと高、まあ、垂直規制と水平規制入れながら、まあ、ある種ねこれは規制強化になっちゃうんだけどその地域の医療を守る仕組みも合わせてねあの整えていくっていうことが大事なのでそれとうまくこの規制緩和を組み合わせていくっていうことが大事かなと思います。 はい、思いっきりあのう、香川県のクエムエス。司会者が香川県ユーザで通訳いたしましてですね。香川県の。東京の方に通訳いたしますと、東京で言って八王子市と八王子路西を両方選挙区で抱えてるみたいなイメージですね。捉え <laughs> <laughs> ていた頂いるで、よろしいでしょうか <laughs>。 と、はい、<laughs> いう感じでございます。まあ、それの僻地医療も含めて、おおむね賛成だったと思うんですけど、細かいところでいろいろありましたで、はい、でも、包括の,あの診療法で包括化は、我が党、は提言言か入ってますし、これはもう賛成です。であと、やっぱり地方の方も、僕らもあの何もあの目配りしてないわけじゃなくて、やっぱり診療報酬の変動性の導入とか、やっぱり全国実営やれば、ですね当然都市、開業するなら都市部で開業したいという、そういうお医者さんが増えて偏在してしまうわけですよね。で逆にあととと開業医医勤務医との 待遇拡散とかやっぱ開業した方が、それはやっぱり、待遇がいいとで、勤務員はもう夜中まで働いていて、もうすごい過労死までやってるのに、まあ、それは一般にくれたらいいお給料かもしれないけど、開業者のとからとんでもない差が生まれたりしてますから、やっぱりそういう地方とか過疎地とかで開業する方には、診療報酬は一時10点じゃなくて、破点するとかですね、そうインセンティブ設計をして、やっぱりそっちの方に医療資源をこうあの拡散していくっていうのは、なんかそういう誘導的な政策っていうのは、やっぱり今後、必要になってくるんだろうなと思いますし、地域も地方でやる場合は、ある意味規制緩和するとか、 ちょっとそっちに寄せるよに規制強化するっていうのはまた難しいのかもしれないですけども、でもやっぱそこはもうあの勤務員の誰も彼もがやっぱ都市部でとりあえず開業するっていうふうにガーってこう集まってくる状況を変えるためなあの制度設計っていうのはこれ必ず必要になってくると思いますから、まあこれはやっていかなきいゃいけないという思いますね。おおむね両先生の復興性一緒なような気がするんです。今日とは見て、うん、だからまあ今例えば <laughs> リフィルシュ法なんかもね。 入れてるんだけど全然広がらないから、まあ、そういうところもからまずあの具体的に広げていくっていうことは大事だと思いますけどねあの、まあ、実際聞くとはそのちょっとした花粉症もそうかなそのもう,こう,もう,もうあじゃあいつも飲んでる薬くださいっていうためだけにもう1秒診察のために待ち合室で1時間半なんで会社にもねちょっと午前中休みますって言って。でもうなんかい 1> 1分からも,そうもう目を合わせて10秒20秒の診察であ「あのいつもと同じ薬出しておきます」みたいなねそれはちょっともうちょっとまとまってもうじゃいろんなエビデンス取った上でですけどねもうちょっとあの患者利便も考えてもそのリフィル処方なんかももっと柔軟に認めたりいいし薬局の役割だってもうちょっと私は。 あの重視したらいいいと思いますけどねこれ今回医療医師に発表して思ったのは本当にお医者さんたちのですねこの薬とか薬剤師さんに対する警戒感ってなんだろうなやっぱりこの私たちが診察をして処方をすることがベストなんであるっていう強い使命感まあ、あるんでしょうけどもすごくあってやっぱりリフィル処方とか処方券なんでも持ってのほかだしリフィル処方だってやっぱ何があるかわからないんだからやっぱり数秒でもいいから、ね、顔を見て我々は見るということに医者としての我々は使命があるのであるみたいなですね もうそれがすごい強いなと思っていて、からなんか僕らがはたからこう、はたかつ見てて、いや、そこは役割分担というか、協力てないじゃんという動画、彼らは絶対許せないよきっとしてなんか持っていて、でも僕はそこはやっぱり見直すべきってことで言うと怒られるんですけども、ここはやっぱりいいで、ね、ちょっとやんなきゃいけないと思い、ね、ばす、ね。 あのコロナの時に、まあ、特例的に進んだオンライン診療はね、もうちょっと規制緩和で言うと、もう最も進めるべきでんで、いや、その直接見ないとからない、顔色分からないって分からないんだけど、その画像処理技術を高めるとか、<laughs> 解像度 8K よりなんか 16K みたいな感じするとかね、そ技術を補えるとかいっぱいあると思うんで、特に、まあ、離島なんかもね、香川県も多いんですけど、まあ、そういうところのやっぱり、あのー、治療のあり方っていうのも、例えば、 そのレンントゲは取りますでも取った毒液はあの AI にこうなんか東京のそういう AI る分析してもらうとかあれ毒液技術がすごい先生に見てもらうとかっていうのを組み合わせながらやるっていういろんなパターンが医療はやれよしできてきたらいいと思うんですけどね、はい、いあの最後の質問になりますこれはあえて順番決めずに先に両先生手を挙げていただく、はい、質問なんですけど <laughs> え本日も医療制度についてのみとなってしまいましたがもちろん介護年金制度についても重要です。さて 今後日本維新の会と国民民主党で連携して社会保障制度改革を進めることはできるとお考えでしょうか。えー、まああのね、田辺 <laughs> 先生、えっと社会保障制度改革は本当にあのこれ本当は超党派でやらなきゃいけないんですよ。えー、うん、やっぱりあのまあなんとかこう持続可能なあの社会保障制度をこの国に根付かせようというのはそ誰にとってもプラスなんで。 あままりこううななんんかか清掃のの具にしてはいかんなというのは思いいいと思すねただ自民党はどうしても、まあ、医師会をはじめとしたやっぱり既得権とのつながりが強いので分かっててもできないっていうところが <laughs> 多分ねあのみんな分かってと思うんですよそのやることも。であの今日はちょっとテーマになりませんでしたけど実はこれから非常にですね伸び率としてしてんどいのは介護ですあの医療もしんどいんですけど。 まあよくあの後期高齢者がね75歳じゃ段階の世代が全員後期高齢者になったら大変だと思ったんだけど結構今の75歳元気なんですよね <laughs> ただこっから10年ですよ85歳になると段階の世代がまとまってそれは認知症発症比率も高まるしこっからの実は医療そして介護が大変なのでここはね本当にあのまあ我々野党としてある意味ねあのこう大胆なこと言う人は言いつつ でも最後はその党派を超えてやっていかないとダメだと思うのでだからここは、ね、そのあの野党を持って高齢者はかわいそうだからダメだっていう論からはちょっとあの乗り越えていかなきゃいけないし自民党は自民党でその既得権益のためだけの政治あるいは医療制度っていうところから解放されていかなきゃいけないのでまあ,あの我々言える方がどん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 言いながらですね最後はでも これトアを超えて国民的コンセンサスをきちんと得ていく、うん、そういうプロセスが大事だと思いますけどね、うん、ちょっとあのあんまりエッジで聞いたことないとですけどいやいやかなり聞いてたと思います、ね、の代表がやりますってね大事だしね本当これもう、はい、やっぱり最後みんなが健康でそ何かあったら病院ってこれ,これフリーアクセスね あの、もちろんアメリカにも医療を受けましたけども、めっちゃ高いし、で、ね、入ってる保険によっては、あ、うちの保険が見てるお医者はここにあって、木曜日の午後からしか見れませんからっていう、あ、当たり前なんだけど、保険者としての制限をかけまくるんですよね。でも、日本だと保険してしまいもっては、どこ行ったって、別に、あんた初めて見たよねって人にも平気で受け入れてくれるし、こんな国ないんですよ。だから、その良さと、ただそのことが伴う負担の限界と、 それを踏まえた、やっぱり現実的なね、持続可能な改革を今やらなくて、いつやるって感じですよね。そうですよ。はい。まあもう、是非ですからね、僕らも。僕らも連携すべきは連携するべきだと思いますよ。だからなんかやっぱ難しさも当然あって、例えばこのトリガー法案も残念、ご一緒できなかったんですけども、減税って大きな方向性では皆さんまとまってるんですけど、やっぱ格論の違いとか、のが経緯とかいろいろありますから、で、まあそこを乗り越えていくのも政治家としての技術だと私は思いますから、まず、あ、はやっぱりやるべきことっていうところで、あと、まあ一点突破でね、医療も年金も介護もっていうと、やっぱりなかなか、 また、格論の違いで揉めちゃうんで、どっか一つこう、アジェンダになったところ、そういう意味では今、例えば、子育て支援金とかに対しては、これおかしいって結構、野党は一致してるわけですから、やっぱ、あの、現役世代の負担も増やすような、ここはおかしいだろうとか、そういうところはやっぱ一個一個ですね、塊になるタイミングを増やしていってですね、で、本番のこの医療制度改革の時もですね、なんか一個アジェンダでですね、こう、アイドルできるようなことが作れたらいいなと思いますけども、そこはもうしっかりとまた東大もまとめながらですね、またあの、<laughs> あのね、あのぜひ。 維新さんもそれぞれの立場はあるんだけどまあこの政治と金の問題が出てきたっていうのはその多くはまた業界団体と結びついてる話なのでここはやっぱりね変えなきゃいけないなという気持ちが我々だけじゃなくて国民の中にもこれまで以上にあの,あの高まってきてるのでそれぞれの政党頑張れっていう声と同時にやっぱりここはちょっと既存の政治変えてくれよっていうのはねあるしまあある意味社会保障っていうのは まあ、いい意味ある意味、あの、利権ときっちり結びついて、これまで制度が作られてきたというところなので、ここは私は本当ね、改革っていのはいろんな改革ありますよね。身を切る改革とか意思もただ、本当の改革っていうのは医療制度改革含む社会保障制度改革だと思うんです。なんでかというと、国の予算の半分はここだし、で、この、この間ずーっと増えてきた赤字国債の発行の、もうその最大の失先は、年金医療介護なんですよ。だから、 そのなんか公共事業を無駄にやったからとかね公務員がなんか増えたからとか増えてないんだけどそのあとはまあ国会議員がなんか変なことしてるからその国債が増えてるんじゃなくてもう全てはもう日本の政治の政策のほとんどは社会保障制度に起因すするんですよだから本当の改革っていうのはここをどうするのかっていうことにねやっぱり本気で取り組めるかどうかだと思うのでこれ頑張りたいと思いますね。 でもこの本丸がね社会保障制度改革はそれはもうその通りなんですけどもその入り口にはやっぱ政治改革もあって結局社会保障制度なんでまない改革が進まないかっていえばやっぱ企業団体献金とかをめちゃくちゃ医師会からもらってパーティー券めちゃくちゃ買ってもらってっていうのとやっぱその金の流れを断ち切るみたいな政治改革もやってこっちもやってっていう結局はなんか あここやったらっていう、なかなかセンターピンではなくて、全部こう叩き潰していかなきゃいけないっていうところがね、大変なのと思いますけども、でもその入り口の今回、政治改革は盛り上がってきてますし、今回、法律的なね、医療維新とか、我々を発表させていただいたんで、これ、いろいろもう僕らは数が足りないので、旋風を巻き起こしていくしかないわけですから、もう玉木さんもちょっと、より炎上していただいて、時々と炎上していただいて、まあでもこれはね、あの時々これから炎上すると思います、私も、あの時田さんもね。 えただ、あのーなんかね、特定して悪者をしようとしてやってるんじゃなくてあとはやっぱり、ね、ちょっと若干、まあ、これちょっとあのいあのい上から目線に聞こえら申し訳ないんですけどやっぱりベースとなってるそうなんていうかな制度の知識をある程度共有しないといい議論ができないのでだから我々もできるだけですね実はこういう制度はこうなってますっていうですねあの基礎の,その制度とかあのこう説明みたいなことをね 丁寧にやっていくのも大事だなということを、この間の炎上で学びましたので。あの、しっかり上足し,していきたいなと思ってます。<laughs> 解説の玉木とばってますけども。<laughs> ということで、<laughs> はい、はい、本木田先生、玉木先生、ありがとうございま,す、はい、ざいました。はい、ありがとうございました。やりたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからには、ちゃんとした、あの、シンクタンクがなければ。なならない、はい、ま 全くこれまでと違った局面に直面しているのではないのか、そう税金がどういうふうに使われてるんだとういうことに関して、本当に意味のある使い方してるんですかチャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。 目的は一つで日本が地球上で文明国として生き残るため。